オーディションの話ってまだ来てないですね、樋口さん、ないのは。僕、全く来てないですね。ただ、松井選手とやりたくて応募したんですけど、松井選手と多分次ないってなると、どうしようかなっていうところなんで。めっちゃなんか失恋した後みたいになってるじゃないですか。本当そうか。近いですね。そうですね。好きだったキャバ嬢のとこ行ったら、もうそのキャバ嬢が彼氏できちゃって、感じどでんすだけ好きなんですか、松井健さん。ね。まあ、ちょっとやっぱ悔しかったですね。彼がやっぱり、インタビューとかで悔しそうにしてるのを見ると、ちょっと、まあ、最後は見切れなかったですね、自分も。うん、っていう。いや、だって、その時 LINE してたんですけど、めっちゃ怖かったんですよ、LINE の文章。樋口さん。切れてるんですよ、なんかもう文章。なんで行かないんだって、そこであんなに打ち合えんじゃないのかっつって、クソと思って、なんでもっとポテンシャル高いのに行かないんだよっていうのが、もう僕も不満がすごくて、牧選手、牧君にも言っちゃいましたもん、なぜか。もう牧君にまで愚痴っちゃって、何やってんすか、あいつはっつって、やっぱり、対戦相手に牧君も連絡くれたんですよ、なんかその、まあ、牧君、すごいいい人で、まあ、松井選手、不利なね、ルールでもう体重を落とした、僕とやるためにね、体重を落とした状態でやってくれたから、しょうがないんですよって、牧君も、フォロー僕に連絡してくれたんですけど、僕はもう、なんだあいつはうち、もっと行かなかったんだ、つってね、牧君にも愚痴しちゃって。これは言ったら怒られるかもしれないですけど、顔つきもなんか、ちょっと不安そうみたいなこと言ってましたね。そうですね、試合前に、ちょっと、僕が一番気になったのは、まあ、これ、ひろゆかないさんにも言ったんですけど、始まる前にちょっと不安そうな顔してたんですよ。僕もすごい嫌な予感したんですよね。あれ、大丈夫なの？っていう。そんな顔だったのかな。まあちょっと大好きなキャバ嬢だから、その表情でわかるんでしょうけど。気持ちよくないです。それに対して例え気ば、持ちいいって嘘をつくわけじゃないですか。隣にいたノッコさんが臭い。ノッコさん、いい匂いですけど、はい、ノッコさんがあの臭く人口て、が臭いとかいい匂いするとかどっちなんですか。いや、ノッコさん、いい匂いします。あ、ええ、そうめっなんちゃいい匂いするんですよ。ですか。そうなんですか。あ、でもまあ、じゃノッコさん嫌いらしいですよ。ノッコさんはね、ちょっとあ。じ調ゃあ。子乗ってて最近。